それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、話題1、反戦反核団体が平和記念公園で夜明け前から抗議活動を続ける広島市条例違反、過料5万円や、反戦反核団体逆ギレワら話題に、フィリピンが C 国に要求、衝突して壊したボートの損害1億6500万円払え、奪ったもんも返還しろをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。まず視聴者に訴えたいのは、平和記念公園であり逮捕台の反戦反核団体に広島市が条例に基づく過料を命じた結果あれなのであります。以下引用、略団体は毎年原爆ドーム周辺で拡声器を用いた大規模集会を開いてきた 8.6 広島大行動実行委員会大行動、過激派中核派の活動家も関わっているとされる。同日未明から中国侵略戦争反対、改憲戦争阻止などと書かれたプラカードやのぼりを掲げた数百人が集まり、ヘルメットをかぶる人の姿もあった。市は昨年まで式典会場周辺のみで入場規制や手荷物検査を実施していたが、今年は対象を公園全域に拡大。午前5時に公園利用者を一旦外に出し、6時半から手荷物検査を経て公園内に入れるようにする方針だった。しかし前日夜から原爆ドーム前で座り込みを続けてきた大行動のメンバーは、市職員が午前5時前から公園内への移動を要請しても拒否、腕を組みながら集会弾圧を許さないぞ、帰れ帰れなどとシュプレヒコールし、公園内には怒号が響き渡った。大行動と対峙するように広島県警の機動隊員が並び、一帯は緊張感に包まれた。公園の管理者でもある市は、迷惑行為を禁じる公園条例に違反すると判断、過料5万円を命じ、関連文書を大行動のメンバーに手渡したが、受け取った男性は過料5万円ふざけんなと叫び声を上げた。その後も市職員や機動隊が繰り返し集会の中止や公園外への移動を命じたが、座り込みを継続。記念式典が始まる午前8時直前に一部はデモ活動をするために公園外へ移動したが、多くは公園内にとどまり続けた。引用終了、全文はソースへ。ふざけんなやて、ふざけとるのはそっちやと思うんやが。この話題への X 民の反応がこちら。以下引用、鎮魂の日、時間、場所で大騒ぎ小競り合いした先に平和はあるのか。自己主張のゴリ押しこそ戦争の第一歩。ふざけんなはこっちが言いたいわ。反戦、平和を売り歩く押し売り商人たち。あなたたちに押し売りされなくても自前で持ってるんだわ。黙祷してる時すら静かにできない団体が何を言っているのか。反戦反核団体というよりもただのクレーマー集団。なんでお祈りできずに騒ぐのかわからん。命を落とした方々にも失礼よ。戦争やってる国や核保有国でやってくれ。別に全ての場所での運動を禁じたわけではない。条例を守らない活動に共感する人はほとんどいないのでは。反戦反核団体か何か知らんけど、単なる過激派やんけ。平和を祈る気もない、こんなやからどもをのさばらすな。いい大人が TPO をわきまえず騒ぎまくる。逆にふざけんなやん、違う場所でやってろよ。抑止力としての過料、世間は平日なのにね。皆さん今日もお仕事頑張りましょう。とっとと逮捕して過料を払わせればよい。引用終了。マジでめんどくさいよな。罰金100万円くらいに設定してもええのでは。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用、暑くて大変でしょう。熱中症などになったら大変なので、放水車放水砲水をかけて差し上げたらどうでしょう。この得体の知れないやからどもにふざけんなと言ってやりたい。大きな声を上げるより静かに平和と追悼の祈りをしてほしいのね。平和とはなんだ。平穏なことだぞ。お前らが平穏を壊してるんやぞ。平和になるようにと祈ってる時に騒がしく知ってる方がふざけんななんですけどもね。静かにできないものかね。さすがに恥ずかしい。ふざけてるのは誰かという簡単なお話の中核はいつも単純です。逆説的な言い方になっちゃうけど、それでも
過激派をこのくらいのはけ口で収められるんだったらこれでいいんじゃないかな。これが欧米の過激派だったら広島市内の商店を襲って略奪行為に放火なわけでしょ。復興した広島をそんな形で壊すなんて、それこそ原爆で亡くなった方々に申し訳なさすぎる。反戦と言いながら自ら争いの火種になるスタイル。高圧放水散布条例の施行を、服装なんとかしろ、式典に出てる人たちは全員礼服だぞ、お前らは反戦じゃなくて反日極左だろ、追悼の日に追悼せんとデモしてるやつらって性格ねじ曲がってるとしか思えんな。本当に平和を願うなら静かにするのが常識。原爆で亡くなった方々を悼む気持ちがかけらもないからここで大騒ぎできるんだろ。恥知らず。反戦反核団体とか笑わせるな、ただの窮さ。注目されるから目立ちたいんやね。本来は被爆者や被爆者遺族の祈りの場所であるにもかかわらず異例できなくさせている。自分の出張のためにそれらを利用している。見るにご年配の方が多いようだけれど、子供や孫に見られて恥ずかしくないのか。祈りを妨げて喜んでいる下品な姿を見て悲しんでいるよ。中国侵略戦争反対って誰に言ってるの。日本が中国を侵略するってのならお門違いだし、中国が日本を侵略してるってのなら中国で言えばいい。行動の資金源がどこなのか知らないけど、とりあえず日本から出て行ってください。3日後の我が故郷長崎では対策をしっかりしていただきたい。犠牲者の方々への冒涜、厳格に対処すべき。反戦反核団体というより反日左翼団体ですよね。広島市は毅然と対応すべきです。平和を求める奴らの物言いとは思えない。もはやこの人たちにこちらの声は届かない。そういうことだよ。このような追悼の場所で大きな声を上げるとかえって人は耳を塞ぐものです。単なる自己満足はやめていただきたい。平和の式典を自分たちの意見を通す場にすり替えてわーわー騒ぐ連中は締め出されて当然。毎度ユニオンユニオン、変わり映えのしない団体。引用終了。過料5万円を命じ、関連文書大行動のメンバーに手渡したが、受け取った男性は過料5万円ふざけんなと叫び声を上げたとのことですが、反戦反核団体ただただ迷惑でわがままな人らで草。そして参加してる団体のプラカードに書かれている内容もかなり荒れてますよね。ところでフィリピンが C 国に要求、衝突して壊したボートの損害1億6500万円払え、奪ったもんも返還しろという話題を紹介します。以下引用。フィリピン軍のロメオ・ブラウナー参謀総長は4日、南シナ海のアユンギン礁、英語名セカンド・トーマス礁で起きた衝突事件をめぐり、 C 国に対し軍事装備品の損害として6000万ペソ、約1億6500万円を支払うよう求めた。中略被害額には C 国に損傷させられた公式ゴムボート2隻の金額などが含まれている。またフィリピンは C 国に奪われた銃器7丁やその他の装備品の返還も求めている。一方この事件ではフィリピン軍兵士が右手の親指を切断する重傷を負い、手の機能を回復させる手術を受ける予定。ブラウナー氏は再建手術の費用を C 国側に請求する可能性も検討していると述べた。引用終了。全文はソースへ。ネット民の反応がこちら、賛否の声。以下引用。普通は自国のためにこうあるべきなんですけどね。悲しい現実だが、軍事力のないフィリピン相手なら中共はガン無視だろう。国際世論も C 国べったりの経済政策を取ってる以上、それでも諦めず C 国この野郎と雄たけびを上げるのは重要なこと。日本もいろいろやられてるんだから見習ってほしい。日本の弱腰外交とえらい違い。日本も勝手に V を設置された損害賠償を請求したら、ついでに V を持ち帰って調べようよ。国際法上でもフィリピンに正当性があり、 C 国が世界に野蛮国家であることをちらしめた。我が国もこのくらいの勢いが欲しいな。どこかの腰抜け政府は間違ってもこんなことは言いませんね。何が起こるかわからんな。よし、やれやれ、どんどん。国として当たり前のことですよね。これがもっとふっかけてもいいですよ。壊したんなら言われんでも払えや。日本の外務大臣
官房長官そして総理大臣にもこのくらいのこと言ってほしい。いかんじゃいかん。当たり前のことを言ってるだけなんだが、称賛の声は大きいだろう。なぜなら、日本の政治家は、こんなことは怖くて言えないから。主張すべきことは、忖度なく主張する、国際社会のスタンダードです。何も言わずに分かり合えるなんて、日本人の妄想でしかない。引用終了。C 国は無視して踏み倒すのかもしれませんが、こうやってきつく要求することが大切だよな。視聴者の皆様は、この話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また、有権者の皆様、あらゆる選挙において、与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますよう、お願い申し上げます。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。